クリップボードはコンピュータ上で一時的にデータを保存できる共有のメモリ領域のことである。複数の異なるプログラムからアクセス可能であり、単一のアプリケーションだけでなく異なったアプリケーション間のデータの受け渡しにも使用される。直感的にはコピーペーストにてデータを移動する際の一時保管書である。クリップボードにはテキストデータ、画像を はじめ様々なフォーマットのデータを格納することができるが、クリップボードから読み出したデータをどこまで再現できるかはアプリケーションに依存する。例えば、ワープロソフトからクリップボードにコピーした書式付きのデータをテキストエディタにペーストした場合、文字や開業の情報は再現されるが、フォントの就職や掲載、画像などの情報はそぎ落とされる。 クリップボードに保持されるデータは通常一つのみであり、クリップボードに対する書き込みが行われると、それまで保持していたデータは上書きされる。複数のクリップボードの履歴を保持するために、クリップボードの機能を拡張するユーティリティやアプリケーションが開発されている。EMAX で使用されるクリップボードに似た機能のキルリングでは、バッファが複数あり、履歴を保持することができる。 クリップボード機能を提供するオペレーティングシステムにはクリップボードの内容を参照するためのユーティリティが付属している。クリップボードとのデータのやり取りには以下のものがある。コピーとカットはクリップボード側から見ればクリップボードにデータを書き込むという点で同じ動作である。これらの動作はユーザーの操作によって明示的に行われるだけでなく アプリケーションの使用により、自動的に行われる場合もある。クリップボード、つまり少量のデータ用のバッファを初めて使った人物は EN、PENTY カナーバであり、テキストから一部のテキストを削除した後に、それを再現するために使ったのだった。クリップボード。1973年、ラリー・テスラーが、この機能で使うバッファをこれに例えて、クリップボードと呼ぶことにした。 ある場所からテキストを除去して別の場所で再現できるようになったのだからその機能を使うことをデリートデリートという言葉で呼んでしまうのは言葉の意味にそぐわないそこで1973年にラリー・テスラーがその機能を使うことをカット・コピー・ペーストと再命名しバッファの方の呼び方としてクリップボードという名を選んだ コピーされたりカットされたデータが一時的に保持するために使われるのだから文章を一時的に止めておくためのボードであるクリップボードという名称で呼ぶことがぴったりだと判断したのであるあるとですでにこうしたコンセプトが生まれていたクラシック MacOS や MacOS での標準的な操作方法は編集メニューをプルダウンして操作を選ぶか メニューコマンドキーを就職キーとしてキーボードショートカットで操作する。標準のキーバインドは以下の通りである。ファインダーの編集メニューからクリップボードを表示というメニュー項目を選択することによりクリップボードの中身を見ることができる。MacOS ではテキストデータに対し標準のクリップボードとは独立した EMAX スタイルのキルリングを利用できる。 ただし、複数の履歴を保持することはできない。標準のクリップボードとのこれは、標準のココアのテキストボックスを使っているすべてのアプリケーションで機能する。UNIX や Linux システムでよく使われる X ウィンドウシステムは、X ウィンドウセレクションを通してクリップボードを提供している。選択は、非同期で要求があった時のみコピーされ、 求められた形式に変換される。多様な選択の使用法や扱いは標準化されていない。しかし、ほとんどの現代的なツールキットや GNOME や KDE のようなデスクトップ環境では FREEDESKTOP.org の使用で外接されて広く受け入れられている取り決めに従っている。プライマリー選択は X11 固有の機構である。データはハイライトされるとすぐにコピーされる。コピーされたデータは3番目のマウスボタンを押せば貼り付けることができる。このプライマリー選択は通常クリップボード選択とは別であり、クリップボードの中身を変えない。クリップボード選択は伝統的なクリップボードの動作に対して使われる。例えば、 GNOME や KDE では以下のショートカットが利用できる。Windows においてもメニューからの選択、就職キーと他のキーのコンビネーションでクリップボードとのデータのやり取りを行う。Windows の伝統的なキーバインドは Shift キー、Ctrl キーと Delete キー、Insert キーを組み合わせて使うものであったが、m a c i n t o s h の影響から Ctrl キーと CVX の 各キーの組み合わせも導入された。Windows XP 以前には Clipbook というクリップボードビューアが付属していて、クリップボードのデータを参照することができる。Microsoft Office では Office2000 より Office クリップボードという独自のクリップボードが実装されている。Office アプリケーション間の複数の履歴の保持と履歴に対するツールバーからのアクセスを提供している。 オフィスクリップボードは何らかのオフィスアプリケーションが動作中のみ動作し、オフィスアプリケーションが全て終了すると、オフィスクリップボードの履歴は消去される。オフィスクリップボードが表示されている間は、オフィスアプリケーション以外のアプリケーションからコピーした内容もオフィスクリップボードに書き込まれるが、オフィスアプリケーション以外のアプリケーションにオフィスクリップボードからペーストすることはできない。 オフィスクリップボードからペーストを行った場合、標準のクリップボードの内容がペーストしたデータで上書きされる。クリップボードメニューから個々の項目を選択して、頻繁に使う項目を固定したり、複数のデータを追加したり、ダデバイスと内容を共有したりできる機能が2018年10月の更新で実装された。 モグリッジ、ビル、デザイニングインタラクションズ、ケンブリッジ、マサチューセッツ、MIT プレス、P65 フォルティシモ、ISBN9 兆7802億6213万4743、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、デザイニングインタラクレーレマグ、ページ、65ハットラリーテッセラー、A ユーザーエクスペリエンスレトロスペクティブ、 2018年1月23日閲覧。海上人。コラム。OS10 ハッキング。テクステディットの秘密。マイナビ。2012年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月24日閲覧。ありがとうございます。